初の PK。 今度は決めました鈴木優馬。上田が後ろからこぼれ球右足、狙ってました鈴木優馬。今度は松村です。ここボール止まりますが松村自らシュート、落ち込んだ鈴木、跳ね返ったボールを押し込みました鈴木。ステージここは前で詰めてシュート、触りましたが決まった。松村クロスオーバーの動きですから、すぐに入れていく、そして決まった。鈴木のパスからアルクール回帰、上田が開けた場所に鈴木優馬が来た。これの縦にポリッと鮮やかな鋭い攻めでした。カスワントラーズ、上田が開けた場所に鈴木優馬。